皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテル 25% オフキャンペーンっていうのが来ておりますので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちらのメールね、マリオットから来てませんでしょうかね。リミテッドタイムオファー最大 25% オフということで、10月1日からね7日までこちらね利用することができるキャンペーンという風になっておりまして、このキャンペーンね実際に安いのかですね、ちょっと検証していきたいなと思います。気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではね、キャンペーンの詳細ね行きたいと思うんですけども、ちょっとねまたいつもと雰囲気が違うと思うんですけども、またねとあるホテルに宿泊しに来ておりますので、またね動画出しますんで、ちょっとね楽しみにしておいていただければなと思います。ちょっとね話は脱線しましたけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、皆さんねメール来てると思うんですけども、もし来てない方はですね、こちら公式サイトありますので概要欄にね載せておきますので、そちらからね見ていただければなと思います。でですね、予約期間が2021年の10月1日から2021年10月7日までというふうになっておりまして、宿泊期間がですね10月1日から2022年の3月31日までということで、宿泊期間ねかなり長いんですよね。でこのキャンペーンですね、注意していただきたいのがこちらね、事前決済のプランなんですよね。ですので予約取った後にキャンセルができないっていう形になっておりますので、こちらね本当に注意していただきたいなというふうに思います。一応ですね、変更は3日前まですることができるわけなんですけども、キャンセル不可っていうふうになりますので、今ねこういった状況でこちらの動画ね撮影しているのは10月3日なんですけども、緊急事態宣言ね解除されて、まあ利用することがねできるようになっておりますけども、今後ねどうなっていくかっていうのはね全然わからないっていうふうになりますんで、ちょっとね先の予定をね入れるっていうのはかなり危険かななんていうふうに思っております。ですので、まあ、今週どっか行こうみたいなね、まあ、そういった感じで直近でね利用するのはねいいのかなと思うんですけども、来年とかのね予約を取るのはねちょっと危険かもしれないですね。まあ、この点はね本当に注意しておいていただきたいなと思います。それでは次にね、対象ホテルなんですけども、こんな感じになっております。ウェスティンルスツリゾート、ウェスティン東京、シェラトン、グランデ東京ベイ、アラフト東京銀座、モクシー錦糸町、モクシー東京錦糸町ですね。あと、フォーポイントバイシェラトン、名古屋、モクシー大阪新梅田、モクシー大阪本町、アロフト堂島、シェラトングランドホテル広島ということで、対象ホテルはですねこちらに記載があるホテルだけっていう風になりますんで、思ったよりね今回のキャンペーンの対象ホテルね少ないですね。でですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、プロモーションコードをね入れるキャンペーンっていう風になっておりまして、 M96 っていうのはですねプロモーションコードね入れていただきます。このプロモーションコードっていうのはねここで入れていただくわけなんですけども、 M96 っていうのをね入力していただいて、日付ね検索していただくと、このね 25% オファーのねプランが出てくるっていった形になります。で公式サイトね概要欄に載せてあるって言ったと思うんですけども、そこにですねリンクがねついておりまして、プロモーション料金っていうところをねクリックしていただくと、そのままねそのホテルのプロモーション価格ね見れるようになっておりますので、こちらでね見た方がまあ検索ねしやすいかなと思います。でアプリだとですねこのプロモーションコードね入れていただくっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。それでは次にですね、ちょっと私の方でですね、通常料金とこのプロモーション料金ですね、ちょっと比較したね、表を作りました。こちらね、見ていただければね、もう一目瞭然なんですけども、非常にね、今回のこのプロモーション料金ですね、安いです。安いんですけども、先ほど言った通りですね、こちらね、事前決済のプランっていう風になっておりますんで、キャンセルがね、できませんので、やっぱりね、安いです。注目していただきたいのはですね、やはりモクシー大阪新梅田、あとモクシー大阪本町、あとアロフト大阪道島、ここら辺はね本当に1万円切ったりですね、1万円ちょっとで利用することができるって形になっておりますんで、結構いいんじゃないでしょうかね。これ土日ですからね、平日ではない価格なんで、結構ね安いのではないのかなと思います。ということで今回ね、マリオットボンボンホテルの 25% オフキャンペーン解説ということで動画ねやらせていただきましたけども、やっぱりね事前決済ということでかなり安いですね。直近でね利用できる方であればですね、かなりねいいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひねこの機会に利用してみていただければなと思います。動画の中でね何回も言っておりますけども、今回のこのキャンペーンねキャンセルできませんので、この点はね本当に注意していただきたいなと
思います。で、予約に関してはですね、私の動画でね、いつも言っておりますけども、マリオットボンボンホテルはですね、トップキャッシュバックっていうね、アメリカのポイントサイトを経由するとキャッシュバックがね、受けられるっていう風になっておりまして、今ね 6% まで上がってるんですよね。ですので、トップキャッシュバックっていうこのアメリカのポイントサイトを経由していただいて予約するとですね、 6% 返ってくるっていう風になりますんで、結構ね、いつもね 2.5% とかなんですけども、今ね 6% までね、キャッシュバック金額上がっておりますので、またね、この溜まったキャッシュバックに関しては PayPal っていうのでね、引き出すこともできるっていう形になっておりますので、ぜひね、こちらも利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、今回もね、ちょっとおまけ動画をね、作らせていただいたんですけども、ちょっとね、おまけ動画って言えるほどのね、動画ではないんですけども、実はね、この今泊まってるホテルね、ヒルトンホテルなんですよね。ということで、今回の動画ね、ヒルトンホテルからマリオットボンボンホテルのキャンペーンをね、解説するっていう動画でした。それではご視聴ありがとうございます。